皆さんこんにちは、トミックです。皆さん、シュールストレミングというものはご存知でしょうか？シュールストレミングというものは世界で一番臭い食べ物と言われてるんですよ。しかしそのシュールストレミングっていうのは中を覗いてみたら何のことはない、ただのニシンの塩漬けなんですよ。他の YouTuber とかはさ、ふざけてこう開けて、あー臭い、ピヤーってやってるじゃないですか。でもね、あれね、ちゃんとした開け方、ちゃんとした食べ方で食べれば臭くないし、めっちゃ美味しいんですよ。それね、6000円近くで買いました。昔だったらさ、3500円とかだったんだけど、値上がりすぎじゃない？シュールストレミング。このシュールストレミング、臭いんですが、その匂いというものはね、消臭剤で消すことができるのか、できないのか、そういう気になりまして、消臭剤を買ってきたので、強力な消臭剤、こういう置き方なんで、こんな感じにして、シュールストレミング置いて、さらにこうね、サンドイッチみたいにして、1時間ぐらい放置して、どれくらい消臭できるのか、やりたいと思います。強力消臭で歌ってるわけですから、世界一臭いシュールストレミング。だけども、俺がね、下処理をして、ちょっと匂いを消す。で、さらに消臭剤で消したら、さすがに匂いなくなって、さらに美味しく食べられるんじゃないか、やりたいと思います。シュールストレミングなんですけど、みんなのイメージでは、換気でバシャバシャ、ブシュ、ギャー臭いっていう、あの感じだと思うんですよ、イメージ。本場のね、フランスだっけ？フランスかノルウェーか忘れたんですけど、水の入った桶の中に缶を入れて、水の中で開けるんですよ。そうすることによって、中のね、匂いを防ぐことができるということなんですよ。あれと同じですね、水洗トイレってさ、悪臭が出ないように、こう、水が溜まってるじゃないですか。あれと感覚的には同じですね。シュールストレミングの開け方は、水洗トイレって覚えておけば OK。まずは、シュールストレミング、開けます！シュールストレミング開けたいと思います。まずシュールストレミングは、今回フライパンなんですけど、水を入れます。その中にもう、シュールストレミング入れちゃってください。いやーこれね、家でやるとね、実はブチギレ案件なんでね、ちょっと事務所でね。まだ大丈夫です。一応ね、一応手として、ここでやってるってだけなんで、マジ匂わないんで大丈夫です。で、シュールストレミングって結構発酵物なんで、水の中に入れてもほら、わかる？こうやって浮いてくるんですよ。そういうものなんで、浮いてくるんですよね。浮いてくるんで、これをまずガッて下に押さえつけて、しっかりと水の中に押さえつけます。でそこからこいつをね入れるわけですよ。そしたらブクブクってなるんで、それ臭いね汁が出てくるわけですよ。いけよ、こっでも匂わないのよね、まあ、ちょっと匂うだけなんで全然大丈夫です。おならみたいな匂いですね。先ほども説明したと思うんですけど、シュールストレミングっていうのは塩漬けなんで、このまま食ったらめちゃめちゃ辛いんですよ。なんで、塩抜きをね、する必要があるんですね。はい。この時点で、まあ、匂いがね。だからこれね、食ったら全然臭くないんですよ。まあ一応魚介なんでね、扱い的には魚介なんで、まあ、完全に俺のジャンルなんですよ。いや、水の中で開けるとね、まあ、いい匂いが。ギャーン、こんな感じです。ほら、ニシンの塩漬け。中身は普通に、本当に、ただのニシンなんですよ。塩抜きするんで、ちょっとこれ水を入れ替えて、うん。塩抜きします。あー、匂うね。ちょっとだけ匂うわ。ちょっとだけね、言うてちょっとでしょ。今日範囲でしょ。ほらー、これで塩抜きをするわけですね。真水にね15分から30分つけておくだけで塩抜きができます。ちょっと塩抜きしてる間に、消臭剤出します。うおー、このねゼリーですよ。このゼリーがね、強力消臭を出していると。なるほど、こうも置けるし、こうも置けるし、こうも置けるんだ。へー。ゆっくり開けると、あー、なるほどね、こんな感じなのか。シートが包んであるんだけど、穴が開いてるみたいな。なるほどね。これはシュールストレミングを気概やるわ。てかもうこの上から置いちゃってよくないっていう。この上と、この上からさらに、いや、この上に直に置きてー。けど、この事務所でも使いたいんですよ、この消臭剤。ちょっとうち臭いんで、うちでこの事務所。2個ね。これはさすがに匂い取れるでしょ。シュールストレミングとはいえ、食べられなくなるか。絶対食べられなくなるよね、この直に置いたら。いや、それは嫌だなー。食べてー。一つ聞いていい？他の YouTuber とかがさ、シュールストレミング開けるじゃないですか。で、臭いってこうやってうわーってふざけて遊ぶじゃないですか。そのシュールストレミング、食ってるかなーって俺思うんだよね。他の YouTuber がなんかちょっと一口かじって、あー嫌だー、うわー臭いよーってやってるところしか俺見たことないんですよ。どうすかね？ちゃんとる YouTuber います？多分なんか俺みたいにちゃんとその水の中で開けてちゃんと塩抜きしてる人を除いてよ。なんかふざけてシュールストレミング使ってる人で全部食ってる人いるかな。なんかすげえ気になるんだけど、同業者からクソ叩かれそうなんで、なんか裏ですなんか言われる可能性あるかもしれないんでちょっとあんまりしないんですけど、どうなんだろう。俺はもったいないから、もう高いしね、全部食ってんだけどちょっと分かんないですね。でも1枚いや1枚犠牲にしてやっていいですか。すいません、こればっかりはすいません、1枚犠牲にさせてください。で今まだ塩抜き中なんですけど、多分相当臭いと思うんですよ。ちっちゃいやつ、うわすごい。あでもね、臭さ的にはそんなに臭くないんですよね。つかさ、ニシンちっちゃいよね。こんなちっちゃいんだ。土壌をさばいたような大きさだよね。めちゃめちゃちっちゃいです。置きます。上から挟むとこんな感じで置いて、ちょっと1時間ぐらい放置したいと思います。臭くないんですよ。あ、ちょっと匂う、ちょっと匂う。このシュールストレミングがちょっとだけ匂うんだけど、やっぱりね、水の中で開けて、水の中で塩抜きすれば、まあ、ある程度の匂いは抑えられる。せっかくなんで、ちょっと塩抜きがね、30分ぐらいしたので、食べたいと思います。ちょっともうちょっとね、この消臭の方は待ちます。じゃじゃーん！このフランスパンに、乗っけて、いただきまーす！暗いな。じゃーん！3匹乗せました。でこの上にこうやって乗っけて、せーの、いただきます。うまい。うまいな。パンとめっちゃ相性合うねこれ。うまい。こんな美味しいのさ初めて食った。それは嘘だわ。美味しい。うまい。世界一臭いけど世界一うまい。これね、食べないと負け組だよ。高級品だからね。うまい。最高。うまいうまい。いただきます。塩が抜けてめっちゃうまい。最高。食べてみてよ。サバ缶の20倍じゃん。素人の感想を聞きたい。なんかワインと見て。あー、なるほどね。確かにワインと合うかもしれないね。もうちょっとパン。一口サイズにして、その上にニシン乗っけて、バター乗っけて。美味しいでしょ。塩抜きされてないと、缶が開けたままだと、臭いし、塩辛いし、美味しくないのよ。全然食えんな。みんなさ、臭いのイメージが先行しちゃってるから、シュールストレミングって美味しいんだよっていうものを皆さん分かってくれてないですよ。だってもう、1、2、3、4、5、あと6切れしかなくなっちゃった。これ全部食えるぜ。3時間ぐらい経過したので見ていきましょう。この状態だとちょっとだけ匂うけど、基本はそんなに匂わないです。はーい。やべ、これ上の方ちょっとダメだ。上の消臭剤めっちゃシュールストレミング、下の方は全然匂わないんですよ。だから上が全部持ってった匂いを、こいつが犠牲になってこの下のシュールストレミングのなんか匂いを全消ししたみたいな感じ。外した時はもう匂わないんだけど、すぐまた匂いが出てくる。あれと同じだね。ブリーチの黒崎いちごって死神の力を取られるじゃないですか、銀城みたいな人に。でもその黒崎いちごの死神の力っていうのは自分の内側から湧き出るもんだから、また冷圧を入れると復活できたみたいな感じで、こいつもこう内なるシュールストレミングの匂いっていうのがあって、最初はこの消臭剤という銀城空母が匂いを取るんだけど、でも内なる力で空気に触れることによってまたこう匂いを発するというわかる人しかわかんないんだけど、そう、内なる死神の力が放出してるから、これ結局ね匂います。ただこれを当ててる間は匂わないと。皆さんシュールストレミング使うときはぜひ俺の動画を参考にしてやってみましょうということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオになったことはぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。チートイェイイェイ